はい、今ですね、どこにいるかというと台湾の高雄にいます。高雄の、台湾の、東京博物館にいるところなんですけど、ここの高雄からかなり市街から外れたところなんですけど、ここはかつて日本が統治した時代、西暦の1901年にですね、日本政府三井がこちらに工場を建てて製糖工場を作ったわけです。なので周辺この台湾は、まあ、サトウキビ、砂糖が取れるわけですけど、それを集めて、大規模にね、砂糖を作る工場を作ったわけです。でこれがその当時のまま残ってます。なのでこの当時のままということで、日本が、まあ、先の大戦で連合国に負けた後、台湾の企業を引き継いだわけですけど、まあ、その後その台湾の企業も、まあ、ここが潰れてしまってですね、ただこの工場に関してはそのままの形で残してます。で今は国の中指定の指定物だったみたいなんですけどね、すごく面白いです。台湾の、ね、方々もいっぱい来てるんですけどね、ぜひとも日本の方々もね、高雄に来られたら来ていただきたいと思います。